はい、この時間雲の隙間から日差しも感じられます、うん、今日私は兼六園と東茶屋街の間にあります金沢市大手町に来ています。3月といえば出会いと別れの季節ということで、思い出を形に残せる写真館ご紹介します。こちらのネオンの可愛いニコちゃんマークが目印、金沢セルフ写真館光です、うんうん、早速お邪魔しましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。店主でフォトグラファーの川口さんです。お願いします。お願いします。さあ、こちらどんな写真館になってるんでしょうか。こちらの方はですね、今韓国で人気のセルフ写真館になっております。セルフ写真館、はい、ちょっと聞きなじみがないですが、どのようなものか改めて教えてください。お客様だけの完全プライベート空間になってまして、家族やお仲間、友達と自然な表情で撮影することができます。またプライベート空間なので、お腹を出してのマタニティフォトとかも署名を気にせず撮影することができます。確かにカメラマンさんに向けられるとちょっと緊張しちゃいますからね。人目を気にせず楽しく撮影できるのもまたいいかもしれないです。さあ、私たちの後ろにもブースがあるんですが、早速こちらから見ていきましょうか。まずこの赤いブースはどんなものなんでしょう。こちらの方がですね、今韓国でトレンドになってます、うん、俯瞰撮影ができるブースになっております。俯瞰撮影、上から撮影ということなんですね。実は私も中継の前に撮らせていただいちゃいました。このような形で上から撮影しておしゃれな画角になるんですね。なるほどね。今日は3月7日ということで、3と7のバルーン、さらに、うん、まあ、年齢にそぐわずはしゃいでリボンなんかつけちゃいました。川口さん、いかがでしょうか。37歳ではね、可愛い、ありがとうございます。かわいい。なかなかこういう俯瞰撮影はないんですよね。そうですね、珍しいです。はい、金沢でも珍しいということで、皆さんもおしゃれな画角からぜひ撮っていただきたいなと思います、うん。さあ、そして奥には通常のブースもあるということで、うん、はい、案内してもらってもいいですか。どうぞ。ね、すごいですね、はい、失礼します。ブース何個もあるんですね。あ、まずずらっと小物がたくさんですね。いやー、カチューシャからお花からとすごいですね、うん、さらに奥には女性に嬉しいパウダールームも完備されています、これなら安心して来られますね、うん。さあ、川口さん、たくさんありますが、小物はどんなものが並んでるんですか。小物はですね、ブーケとかバルーンとかいろいろ並んでます。たくさん種類ありますが、全部無料なんですよね。全部無料でお使いいただけます。いや、嬉しいですね。私も今日の中継ちょっと思い出として形に残したいなと思うんですが、撮影してもいいですか。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。どうしましょう、小物何使っていきましょうか。ブーケとかいいんじゃないですかね。いいですね、はい、春らしく。じゃあちょっとブーケ、今日のお洋服に合わせてピンクにしようかな。 お借りします。あとはどうしようかな、はしゃいで冠なんかもいいんじゃないでしょうか。お願いします。お洋服にぴったりですよ。さあ、そしてブースに来ましたが、川口さん、ここからどうやって撮っていけばいいんでしょうか。そうですね、こちらのリモコンの方がシャッターになってますので、大きい丸のボタンを押していただければシャッター切れますので、はい、ご自身でどうぞ。そうか、本当セルフですね。リモコンで自分で撮影するんですね、うん、ちょっと不思議な感覚ですが、やってみましょうか。じゃあ行きますよ。はい、はい、チーズ。お、はい、チーズ。お、お、はい、はい、連続で、はい、お、はい、いっぱい撮るね、いっぱい撮るね。はい、まだ行く、いっぱい撮るね。どうですか、ちょっと、うん、いいんじゃないですか。あ、川口さんどうですか。いい感じです。川口さんの思い出と一緒に映りません、私も。あ、一緒に川口さんと、いいですね、川口さんと一緒に撮りましょう。はい、行きますよ、せーの、リフレッシュ。いい、はい、リフレッシュ。川口さん、ちょっと待ってください。カメラマンさんもどうなるの。どういう、これ3人で3人ショットになってる。思い出ショットみたいになってるけど、はい、うん、いかがですか、川口さん。ちょっとカメラマンさんにもカチューシャなんかつけてあげてさ、せっかくやるんだったら。そうですね、うん、カメラマンも一緒に思い出作れました。さあ、とても楽しいんですが、うん、他にもどんなプランがあるか教えてもらっていいですか。基本は1回15分のベーシックプランが基本になってまして、あとは学割プランとか、ちょっとお時間が長い、30分のプランなんかもあります、うん。で、他にも東茶屋街とかで
あの撮影できる七五三とかウェディングとか撮影できるプランもあります。ここでセルフで撮るものだけではなくって、川口さんだったりフォトグラファーの方に撮ってもらうこともできるということなんですね。いやこの時期とっても嬉しいですよね。さらに今キャンペーンも行っているんですよね。すいません、くまちゃん置きますか。はいよいしょ、キャンペーン教えてください。はい、今ですね撮っていただいたデータをフォトグレイにして無料で6月30日まで無料で一人一枚お作りすることができます。フォトグレイ、まあ、韓国風のプリクラということで、はい、このように思い出に残すこともできるんですね。いや今まさに学生たちに人気なんじゃないですか。そうですね、今このシーズンはやはり学生たちが多いですね。皆さん思い出を残しに友達とですかね。そうですね、はい、ぜひ皆さんこの卒業シーズン思い出を作りにセルフ写真館来てみてはいかがでしょうか。ここまでお出かけ中継でお伝えしました。はい、ということでセルフ写真館、なんかプリクラであったり証明写真セルフだっていうのはねなんとなく馴染みがあるんですが、ああやって本格的なのなかなかね、初めて見ましたね。面白いな、電話ボックスみたいな赤い背景の上から撮るね、俯瞰撮影なんてありましたけれど、ひろいちゃんどうでしたか。一人でもみんなでもこのカメラマンさんとも一緒に撮るっていうの、そうですね、そこが楽しそうだなって思いました。あ、撮ってる今もチューリップの花川口に持ってくれてますけれどもあるらしいですね。いいですね、カップルであったりお友達そしてご家族連れでもということでしたので、ぜひぜひセルフ写真館ひかりさんですね、行ってみてください。はい、以上お出かけ中継でした。